こんにちは、東京コンサルティングファームの久野です。今日の、テーマはですね、標準化とブランディング、ブランディングどうやったらですねうまくいくかっていうのは、これはどんな会社も考えですね。標準化ってどうやったらうまくいくかって考える会社って少ないんですけど、ブランディングしたいなって思うわけです。ブランディングできるとですね、お客さんの方からどんどん来てくれる。で、ブランディングというのは広告によっては作れないですね。で、ブランディングの私本質はですね、均一のサービス、ここが私は本質だと思ってるんですよ。均一、誰から買っても同じようにいいサービスが受けられる。ブランドショップとかですね、いいところ行くと誰でも均一のいいサービスをしてくれるところがやっぱりいいと。で、これに対して我々、営業マン、どういうふうに教えられるかっていうと、まず物を売る前に自分を売れって言われるんです。自分を売れ、これって均一じゃないんです。自分を売れ、物の前に自分を売れ、これはですね、企業っていうのはステージがあって、立ち上げ時期っていうのはどうしてもこう企業のライフサイクル、立ち上げ時期っていうのはこの個人の属人的なもので、誰かが自分を売らない限り立ち上がらない。そもそもブランドもないし、商品力、お客様も分かんない。でもどこかのタイミングで必ず業務を標準化させ、標準化させて、これは均一化を図る、均一のサービスを行うことによって、結果として誰がやってもできるから、結果として生産性がアップし、生産性がアップするっていうことは、これ収益率がアップするんですね。収益性がアップするから、均一のサービス、生産性がアップし収益率もアップする。で、均一のサービスを受けたところっていうのは、お客様が誰から買っても一緒だ、誰から買うってなったら担当者が変わったらもう買わないになっちゃうわけです。この担当者でなきゃダメって言ったら担当者を固定しなきゃいけない。均一のサービスが誰から買っても同じようなね、いいサービスが受けられますよ。結果として生産性が上がり、収益性が上がる。収益性が上がるとどうなるかというとですね、社員の給料が上がるんです。社員の給料が上がるから社員も集まる。均一のサービスを作ると顧客が集まるわけです。まず顧客が集まり、収益が上がり、社員も集まるようになる。ここの本質がブランディングなんです。そうするとこれは全て標準化がスタートなんです。均一のサービスをするっていうのは標準化の本質で、ブランディングの大前提っていうのは標準化されてるってことなんですね。そうするとこの標準化の意味っていうのが分かってくる。そうするとどういうことかっていうと、均一のサービスが行えるってことは、結局は、経験者が行った、個人が持ってるノウハウを、これを会社のノウハウに変えていく。つまり経験者個人のノウハウを組織のノウハウに変えていくっていう作業、これを私は標準化って呼んでるんです。だから社員は反対したくないです。自分のノウハウを渡したくないんですよ、会社に。自分のノウハウを渡したら自分の存在意義がなくなっちゃう、自分の評価ポイントがなくなっちゃう。自分だから物が売れるんだっていうのが、新卒が入っても売れる仕組み作っちゃったら、自分が売れて部下は売れないっていう状態が作れなくなっちゃう。上司からしたら自分が売れるから上司であり、圧倒的に給料をもらえる理由になってる。それは自分がノウハウを持ってる。それを会社に明け渡すっていうことは、無意識のうちに人間っていうのは抵抗したくないですね。で、ここでいや、うちの会社の業務はそんな新卒でもできるようなものじゃない、簡単に標準化できるようなものじゃない、今は忙しくてそんなことはできないと、似たようなことはもうすでにやっているとか、いろんな理由をつけてですね、経験者、すでに成功している、そこで成功している人が
標準化に反対したくなるのです。そしてそれを真に受けた経営者は推進力がなく、もう標準化するっていうのはですね、ものすごいリーダーシップです。彼らを経験者を巻き込み、自分たちのノウハウを提供することが、実は顧客が増加し収益が上がり、結果として自分の給料も上がっていくわけです。本来これができた会社っていうのは、次のステージに属人的仕事をやってる限り必ずあの業務と頭打ちする。ここで標準化したのがまた次のステージに上がる。次のステージに上がれば圧倒的に実は給料がアップするんです。その上で会社っていうのは新たなことを、まあ個人っていうのは新たなことをやればいいと思うんですね。で、私はここの発想を4つの段階に区切りました。最初のクアドランドって呼んでるんですが、起業家が作った時代で、これをですね、まあ起業家はその業界の専門、何らかの専門家の人が独立して自分がやらなくっても幹部ができる時代にすると。でここまではですね、究極的には属人的な世界で、この属人的な世界を構造転換させるっていうのが次のステージの標準化なんですが、この標準化っていうのはですね、トップマネジメント、ミドルマネジメント、ロアマネジメントでいうと、標準化の対象とこのロアマネジメントです。全社員が協力し一緒にやらなきゃ、全社員巻き込まなきゃいけない。ただし巻き込んでやる段階では一時的に業務が増えちゃうんですよね。こう業務が時間軸で一時的に増えてしまう、増加する。そして増加させるところを未来のとこ、やがては楽になるんですけど、やがて楽になった時の会社のメリットっていうのはここから出るわけです。ここからやっと会社の生産性が上がり、収益性が上がり、利益が向上するわけで、未来大きく利益が出るってところをイメージしないと、最初出てくるのはコストなんですね。コストの方は社員が分かるから余計な仕事で、未来の利益をイメージした時に社員の給料もアップする。ここが最初挫折するポイントで、何度も何度も属人的な幹部の時代に戻っちゃう。でここを徹底的に突っ走って次の精進化の時代にしなきゃいけない。精進化の時代っていうのが、これは実はですね、ミドルマネジメントとリンクします。標準設計をしたら、それを PDCA を回して徹底的に生産性をアップする、生産性をアップする指標化をするってことですね。ここの標準モデルを KPI を設定して、これを変化させていくって、そして利益がアップする。ここのミドルマネジメントですね。ここはミドルマネジメント、ここはロアマネジメントの時代、ミドルマネジメント。そして残った経験者は何をするかっていうと、この木ではなくて企てる木になる。この企ての木になることが真のイノベーション。ここではもう一度属人的な業務をやっていいんです。自分の業務を明け渡すことによって部下が育ち、結果として自分が余裕ができるから新たな事業を考えていくっていうことが経験者が本来やる。ここはもう一回個人に戻る、この起業家にも、そして属人的な世界に入る。これがぐるぐる回ることで、ブランドっていうのは究極的にはここでできるんです。これがブランドが構築される作業で、こっちは新たなる事業の立ち上げのところなんですね。で中小企業はだいたいここでストップしてます。標準化ができなくて、できたところが大企業になるだけなのです。ここがポイント。社長の本当の気持ちがわからないと、伝えられないと思ったんです。だから私は最高の実務家であり、最高のコンサルタントになるには、ある意味自分も経営をやってみなきゃいけない。教育が完全に間違ってたなと。中国進出失敗しました。手つかずの状態でまだ残されてる。
今回は違う戦略を持ったんです。それがですね、実は出版なんです。ペンからメインへという発想で4拠点仕組みを育てる。この仕組みはやめないわけ。自然にね、こう人が育つようなモデル、長期において会社が成果を出し続ける、誰を昇進させたのかっていうメッセージを伝える。500人の規模の会社にできたのは、まあこれを統合型でやれたからなんですね。二人三脚でお客様と一緒にここの部分を作り込んでいく。